アドリアン・アレキサンダー・コンスタンティン・シュルタイスは、スウェーデンのフィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックスウェーデン代表。2006年スウェーデン選手権優勝。1988年8月11日、ハルランド県クングスバッキャで生まれる。1991年にスケートを始めた。2002から2003シーズンから2007から2008。 シーズンまで6期にわたって ISU ジュニアグランプリに参戦。2005から2006シーズンは JGP アンドラハイで2位、JGP クロアチアハイで JGP 初優勝を飾り、スウェーデン選手としては女子シングルのリナ・イオハンソン以来2人目となる JGP ファイナルに進出した。同シーズンはスウェーデン選手権シニアクラスでも初優勝を飾った。 2007から2008シーズンはゴールデンスピンで2位となり、欧州選手権でも6位と検討。母国開催の世界選手権にも出場した。2008から2009シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦している。2009から2010シーズン、グランプリシリーズ、ロシア杯では自身最高位となる6位入賞。スウェーデン選手権では2位で2010年。 バンクーバーオリンピックの出場権を得た。初出場となったバンクーバーオリンピックでは SP で自身初めて公式戦で4回転ジャンプを決めたもののコンビネーションジャンプの減点などが響いて22位と沈んだが前衛的な選曲で挑んだフリーでは4回転ジャンプを含めたミスなしの演技で13位、総合15位と検討した。この4回転ジャンプ成功は スウェーデン人初、そして北欧人で初めての記録である。続く世界選手権ではショートプログラムフリースケーティングともにパーソナルベストを更新して9位。2010から2011シーズン10月スケートアメリカゴソレーまでシュルタイスを指導してきたエフゲニールトコフコーチから所属クラブのジョアンナ・ダルストランドコーチとスウェーデンの別クラブに在籍する。 マリア・バークビスとコーチに変更することになった。2013年6月20日、背中の怪我の状態が思わしくなく、ソチオリンピックへの出場を目指さないことを発表した。現在はアメリカで、コーチ業を行っている。AB、フィギュアスケートデイズプラス2008から2009、ダンスシングル特本ダイエックス出版、2008年9月、ピアニッシュも、 80から81アドリアンシュルタイス公式ページ、ソチオリンピックは断念。ありがとうございます。